大日。1、吉野の桜もあせたる。道の辺のあざみも咲きほうけて、歩くには少し汗ばむほどだが、牛の糞の乾く匂いにも、奈良の昔や流転の跡が忍ばれたりして、歩き明かないこの辺りの道だった。うさんうさん。伊織は後ろを振り向いて、権之助の袖を引きながら、しきりと気にかけて、またついてきたよ。ゆうべの山伏が、と囁いた。権之助はわざと彼の注意に従わず、まっすぐに向いたまま、見るな見るな、知らん顔をしておれ。だって変だよ。なぜ昨日、柳生兵庫様たちと興福寺の前で別れた時から、まもなく後になったり、先になったり。いいじゃないか。人間皆、思い思いに歩いているのだから。そんなら、宿屋なんか別な家へ泊まればいいのに、宿屋まで一つところへ泊まって。いくらつけられても、盗まれるほどな金も持っていないし心配はない。でも、命というものを持ってるから、絡みとは言えないよ。ははは。命の戸締まりはわしもしている。よりは確かかな。俺だって、見るな。止められるほど、つい後ろが振り向きたくなる。伊織は左の手を野差しの唾の下から離せなかった。権之助にしても、あまりいい気持ちはしない。山伏の顔には見覚えがある。それは昨日、宝蔵院の試合興行の折に、飛び入りを望んで出て、断られたあの山伏なのだ。どう考えても、こっちには付きまとわれる覚えがない。おや？いつの間にか消えちまった。また、伊織が振り向いて言う。権之助も振り返る。多分、飽きてしまったのだろう。やれやれ、さっぱりした。その晩は、葛城村の民家に泊めてもらう。翌日は早めに、南高知の天野郷に入り、清流に沿っている門前町の低い軒並びを覗き歩いて、木曽の習いから、この土地の酒造りの当時へお嫁に来ている、おあんさんという人の家を知りませんかと、頼りない手がかりを頼りにして訪ね歩いた。おあんさんというのは、彼が田舎で知っている人だった。この天野山、金剛寺の付近に嫁いでいるというので、彼女が分かったら、暴婦の位牌と片身紙を金剛寺へ納めて供養してもらおうという考え。もしわからなかったら、荒野へ行こう。荒野は、鬼人の供養所として、あまり名だたる大家の霊が寄っているそうなので、旅人の貧泉では心もとない気もするが、ここがダメだったらともかく、荒野山へ預けに行こう。そう思っていたところ、ああ、おあんさんかね。おあんさんなら、当時屋敷のお長屋にいるがな。と、案外早くそれが知れた。門前町の、何やかの神さんである。親切に先へ立って、この文をお拝みなすったら、右側の4軒目で、当時の登録さんのお家かとお聞きなされ、おあんさんのご亭主じゃげな、と教えてくれた。2、どこの寺でも君主三門に入るを許さずは、法上の掟みたいになっているが、この天野山金剛寺では、某社で酒を作っている。もちろん、世上へ出しているわけではないが、豊臣秀吉などが、ここの寺作りの酒を勝備して、諸侯の間にも、天野酒と言って知れ渡っているので、秀吉の亡き後は、その余風もだいぶ伝っていたが、まだ年々作って壊れる段階へ送る習わしは残っていた。そんなわけで、わしをはじめ10人ほどの職方が、お山に雇われてきておりますのじゃ。おあんさんのご亭主である、当時の登録は、その夜、客の権之助の不審を解いて、そんなことも話した。それから、権之助の頼みについては、お安いことじゃ、ご後進によることでもあれば、明日、僧正様にお願いしてあげよう、と言ってくれた。あくる日、その家の一間に起き出た頃は、もう登録は見えなかったが、やがて昼少し過ぎ姿を見せ、僧正様にお願いしたら、早速承知してくだされた。わしについておいでなされ。という。案内されて、権之助は登録の後ろに従い、伊織は権之助の腰にちょこちょこついていった。あたりは幽水な峰で、散り残った山桜が白く、七道伽藍は天の川の渓流が巡る懐谷にあり、山門へ渡る土橋から下を覗くと、峰の桜が偏々と流れにせかれて落ちてゆく。伊織は襟を合わせた。権之助も身が締まった。なんとはなく産卵の気と某社の荘厳に打たれたのである。ところが存外にも、お前様か母子の供養をしてくれというのは、と本堂の上から気楽な調子で言った層がある。肥えて背も高く、大きな足をした坊さんである。僧正というからには、定めし、禁断の今朝に発数を抱き、意義繕った人かと思えば、これはこのまま、やれがさと杖を持たせて、世間の軒場に立たせても、恥ずかしくないそのままの人だった。だが、登録は、はい、お願いの儀は、この人でございまする。と、どうかの大地にぺたりとぬかづいて、権之助に代わって答えてる様。やはり、この人が僧正だと見える。権之助も何か挨拶を言って、登録と同様にひざまずこうとすると、僧正はもう大きな足を階段の下にあり合わせた汚いわら草履へ乗せて、よ、大日様の方へお越し、と、数珠一つ持って先へ歩いて行く。五仏堂だの、薬師堂だの、直堂だのの道東の間をめぐって、某社から少し離れると、そこに金堂と多宝塔があった。遅れて、後ろから追いかけてきた弟子僧が、お分けいたしますかと尋ね、僧正のうなずいた目を見ると、大きな鍵を持って金堂の大戸を開いた。お着座を、と促されて、権之助と伊織とは二人きりで広い伽藍の中へ座った。仰ぐと、台座からなお一畳の世もある金色の大日如来が天井で微笑を含んでいた。3、やがて内陣のうちから僧正は袈裟をつけ直して出てきた。そして台座に座って朗々と経をあげた。先にはわら草履のみすぼらしい一三層にしか見えなかったが、そこに座ると運慶ののみの力にも劣らない権威を背中に示している。権之助は手を胸に合わせ、亡き母の姿をまざまざと描いていた。すると、一座の白雲がまぶたを流れた。そして、そこに塩尻峠の山や、荒野の草が見えた。武蔵はそよぐ風を踏んで、剣を抜いて立っている。自分は杖を取って、それに対している。野中の一本杉の下に、地蔵様のように、ちょこなんと座っている老母がある。老母の目のいかにも心配そうな、そして今にも剣と杖の間へ飛びつきそうなその光。こう案じる愛の目。その時、母の凄まじい助言の一声から教えられた老母の杖の一手。おっかさん、今もあなたはあの時のような目で私の前途案じてみておいででございましょうな。だが、ご心配くださいますな。あの折の武蔵殿は、幸いに私の恋を入れて、お教えを下されているし、私もまだ一家をなす日は遠いかもしれませぬが、たとえ今がどんな乱世でも、この道、世々の道は踏み外すことはいたしません。こう念じ詰めて、息をもじっと潜めていると、身の前に高々とある大日如来のお顔が、母の顔そっくりに思われ、その微笑みまでが、生ける日の母の笑いとなって胸に染みてくる。お？ふと気づいて、棚心を解くと、僧正はもういない。読経は終わったのである。傍らにいるよりも、ポカンと大日のお顔を振り仰いだまま、立つのも忘れている様子なので、より、と呼び覚まし、なんでそんなに見とれていると、尋ねたところ、我に帰ったような顔して、伊織が言うには。だって、この大日様、オラの姉さんに似てるんだもの。権之助は思わず、カラカラと笑って、まだ会ったこともない、お通さんとかいうそちの姉の顔がどうしてわかる。また、大日様のお顔は大日様のお顔で、こんな慈悲円満な愚相を持った人が、この世にあろうはずはない。これは一人、運慶のような名将の精進が、たまたま、のみの先に表し得た奇跡のようなもので、決して、俗界にあるものではない。言うと、伊織は、立って、と、なお強く、かぶりを振って、おらは一度、江戸の柳生様のお屋敷へ使いに行って、夜中に道に迷ってたとき、そのお通様っていう人に会ってるもの。あのとき、姉さんだと分かっていたら、もっとよく見ておくんだったけれど、今じゃ思い出せなくなっちまった。そう思ってたら、今、宗嬢さんがお経をあげているうち、手を合わしていると、大日様が姉さんの顔になったんだよ。本当に、何かオラへ言ったような顔をしたよ。権之助は、もう否定できなかった。そして、いつまでも近藤の淵から離れがたい心地がした。懐谷は日暮れが早い。峠の陰にもう日は沈み、多宝塔の屋根の水煙だけが、七宝の玉で散りばめたように、キラキラと夕日の端を受けている。ああ、死んだ母へ、及ばぬ栄光だが、今日は生きてる身にも、善根の良い一日を送ったな。ちぐさい世間は嘘のようだ。白母の愛路に向かって、二人はなお、そこの淵に腰掛けていた。4、どこかでさらさらと落ち葉を吐くような音がする。権之助が、おやと、右の崖を仰ぐと、崖の中腹に、室町風の小がな寒月亭と廟があって、狭い石ころ道は苔むして見え、そのあたりを塗ってなお、幽水な山の上へ続いている。一人は上品な尼とも見える年取った婦人。また一人は肉付き豊かな五十絡みの人物で、つつましき木綿着物に袖なし羽織を着、小桜の川旅に新しいわら草履を履き、サメ塚の小脇差しを一つ横たえて、武士とも町人とも見えず、ただどこやらゆかしげな風格のある人が、竹ぼうきを持って、ふと、腰を伸ばして立っている。老二の方は白練りの絹の頭巾をかぶり、これも竹ぼうきを手にして、ほう、少しは綺麗になったかのう。と、入ってきた参道や崖のそこここを見回しているらしい。そこらは滅多に人も踏み入らなければ構うものもないと見え、冬中の雪折れやら朽ち葉やらまた鳥のむくろやらが、農家の積み越えのように、春とも見えず、腐り積もっているのであった。おっかさん、だいぶおくたびれでしょう。日が暮れましたし、あとは私がやりますから、もうお休みなされませ。肥えた人の方が言う。老には50にも近いそのものの母と見えるが、息子の言葉をかえって笑って、わしは家にいても、働きつけておるせいか疲れもせぬが、そなたこそ、肥えては言えるし、このようなことはしつけぬゆえ、土に手が荒れたであろう。はい、おっしゃる通り。一日ほうきを持っていたので、手に豆ができました。ほっほっほっほ。良い土産よの。けれどおかげで、今日一日は何とも言えぬすがすがしい心で送りました。私たち親子の貧しいご奉仕も、天地の御心にかなった印でございましょう。いずれ今宵ももう一夜、ご本坊に泊めていただくのじゃから、あとは明日にして、そろそろ戻りましょうかの。暗くなりかけました。足元をお気をつけなさいまし。言いつつ、息子は母の尼の手を取って、寒月亭の小道から、権之助と伊織の休んでいる近藤の横へ降りてきた。人もなしと思っていた黄昏の近藤の淵に、ふと、人影が立ったので、どうにもその息子も、どれと驚いたように立ち止まったが、どうにはすぐ目元に優しい笑みをたたえ、ご参納でございますかの。今日も一日、良いお日でございましたの。と、旅の者と見て、行きずりの挨拶をした。権之助も自疑して、はい、母の供養にと思う出ましたが、あまり静かな夕暮れなので、何かうつろになっておりました。それはご後進な、と言いながら老には、伊織の姿へ目を移して、よい盆地、弟子かのと、つむりを撫でて、息子の方を振り返って、光悦、山で食べた麦菓子が、まだそなたのたもとに少し残っていたであろう。この子にやってくださるのかと言った。古今商用。1、光悦と呼ばれた老二の息子は、紙に包んだ菓子をたもとから取り出して、いおりに持たせ。残り物で失礼だが、よかったら食べておくれ。と言った。いおりは手に乗せたまま、どうしていいかわからない顔つきで、おじさん、これもらっといてもいいの？権之助に尋ねた。いただいておけ。と、権之助が、いおりに代わって礼を述べると、老にはまた、お言葉の様子では、ご兄弟でもないようじゃの。関東のお方らしいが、旅の道をどこまでお越しなされるのか。果てない道を果てなく旅しておりまする。お察しの通り、二人は肉親ではございませぬが、剣の道においては、年は違いまするが、兄弟弟子の中でござります。剣をお習いなされますか？はい。それは一方ならぬご使用。死のお方はどなたかの？宮本武蔵とおっしゃいます。え？武蔵殿？ご存知ですか？答えを忘れて、老には、ほう、と、ただ目を見張り、何か思い出の中にいる様子。武蔵と知らぬ中の人とは思われなかった。すると、この老二の息子も、懐かしい人の名でも聞いたかのように寄り添ってきて、武蔵殿は今、どこにおられますな？その後のご様子は、などと、いろいろ尋ね出し、権之助がそれについて、知る限りの消息を話して聞かせると、いちいち母なる老二と顔を見合わせて、うなずくのであった。そこで、権之助から今度は、して、あなた様は、と、尋ねると、申し遅れました、と、詫びて、私は、今日の本阿弥の辻に住む光悦というもの、また、これは母の妙衆でして、武蔵殿とは6、7年前に、ふとお親しくしていただいたこともあり、何かにつけ、日頃お噂申し上げているものですから。と、光悦は、その頃の思い出話、2つ3つ、かいつまんで話した。光悦の名は、特、刀の上において、権之助も知っている。また、武蔵との交渉は、その武蔵から、宗安のロベリで聞いたこともある。思いがけぬところで、思いがけぬ人に会うものかな、と、権之助も驚いた。その驚きのうちには、京都でも、叱るべき家柄の母堂と言われる妙正にやまた、本阿弥光悦ともある人の親子が、なんでこの山里の人も問わぬ伽藍などに来て、しかも寺の増人すら怠っている山の口場などを竹ぼうきを持って、こんな遅くなるまで掃除しているのだろうか。その不審も無意識の中に手伝っていたに違いない。いつか、おぼろな月が、多宝塔の水煙のあたりに差し登っていた。雪吊りの人でも、人恋しい汚ろではあるし、権之助は去りがてな心地になって。お二方には、この上の山や崖道をひねもすお掃除なされていたご様子、どなたか、ご縁を引くお方の日でもあるのですか？それとも、ご友さんのつれづれにでも、と尋ねてみた。2、なんの、光悦は神戸を振って言う。この厳かな聖地で気まぐれなどともったいない。相手の権之助が何も知らずに言ったにせよ、その曲解を甚だ恐れるもののように、彼はつれづれの腹ごなしにほうきなど持っていたのではないことを弁明に努めて、あなたはこの金剛寺へは初めての思うでか、そしてこの宮間の歴史について山荘から何もまだお聞きになっていないのか。権之助はありのまま、しかり、そんなことの無知は別に無変者の自己の知辱とも考えず答えると、光悦は、では、おこな沙汰ですが、私が山荘に代わって聞きかじりの受け売りを少しご案内いたしましょうか。と、あたりを見回し、良い塩梅におぼろな月が差し上ってきましたから、ここに立ったままでも絵図を指すように、この上の陰のお墓、三重堂、寛月亭、また、彼方の愚門寺堂、護摩堂、大師堂、直堂、龍高野神社、宝刀、楼門など、ほぼ一望にすることができましょう。人ばたり指をさして、光悦も共に、弱度のおぼろに、浸り入った体で解くのであった。ごろうぜよ、あの松、あの石、一木一草といえど皆、どこかにこの国の民草と等しく、不屈な思想と伝統の優雅を姿に持ち、また何かを行う人に語らんとしているではありませんか。光悦は草木のせいになり変わって、草木が言わんとすることを10回してみたいと思うのでございます。それは、現行、兼務の頃から、昌平年間にわたる長い乱世にかけてこの宮間が、時には、大東の宮森永親王の戦勝祈願を込められる退路となり、異惑の貢ぎ書となり、また時には、楠木正成たちの、忠誠が守るところとなるかと思えば、今日六原の賊軍が退去して攻め寄せる目標となったり、下って足利氏が、世を暴奪なし終わった乱魔の時代となっては、忍び上げるも恐れ多いことながら、後村上天皇は、男山五脱出以来、群馬の間をあちこちと、御車のさすらいを経られて、やがてこの金剛寺を暗宮に年久しく、山荘の生活も同様なご不自由を忍んでおいで遊ばした。なお、それより前には、この宮間には、黄金、光明、スコの三条公も身浮きしていらせられたので、一山には守護の武士たちや公家たちも、おびただしい数に上り、賊軍の襲来に備える兵馬兵糧の城は元よりのこと、長い年月のうちには、久後の貸し木に立て祭る朝夕のものにもこと書いて、当時の様を目の当たりに見た前衛法院の記したものを見れば、某社、参謀、皆切り払い、損保を申すばかりなし、と嘆いております。しかもその間、市場には、寺の直道を成長に当てられ、間日も非なく、縁日も追いこいなく、政務をおとり遊ばしていたとやら。光悦はそこでふと声を飲んで、このあたり、あの直道といい、マニーンと申し、皆そうしたご遺跡でないものはございません。この上にある院のお墓というのも、皇后院法皇のご分骨をお定めしてある霊地と言い伝えておりますが、足利のようこの方、見かきは倒れ、口場にうずもれ、あまりに荒れ果てておりますので、今日はふと、朝から母と言い合わせて、院のお墓のあたりからそここことなく、お掃除をさせていただいたわけなのです。もっとも、それもつれづれであろうと言われれば、それまでのことですが。笑みを含んでいった。3、我知らず権之助は、身の縮まる思いをこうむり、襟を正して聞き入っていた。いや、彼よりも、伊織はもっともっと厳粛なものに、引き締められた顔して、語る人、光悦の表から脇目も振らない。ですから、北条氏から、足利氏への長い長い乱世の間、あの石、そこらの草木まで皆、一系の皇統を守るため戦ったものでしょう。石は五穀の砦となり、木々は天皇の久後の薪となり、草は兵の襖となって、光悦もまた、真摯に聞いてくれる語り相手を見出して、うっかいの市場を吐き尽くすように、猿に忍びない面持ちで、夜空と弱度の万象を死故しながら、多分その頃賊軍と戦って、ここで草の根を食べながら立てこもっていた御神兵の一人か、あるいはゴーマの剣を取って兵の中に働いていた僧兵の一人かもしれません。というのは、今日私たち親子が院のお墓のあたりから参道を掃除して参りますと、とある藪中の石に誰が刻んだか、こんな歌が彫ってあったのが、ふと見出されたのです。桃とせの、戦もなさん春は来ぬ、世の民草よ、歌心あれ、というのです。これを見て、私はなお胸を打たれました。何十年という戦の中の春秋に、なんというゆとりでしょうか。強い五穀の信念でしょうか。七度生まれて、この国を守らんとおっしゃった大難航の御心は、名もない一平にまで染み通っていたものと見えまする。また、この優雅と心の広さがあったので、ついに百年の戦を経ても、ここの道東は今もなお高度の上に厳然とあるのでございます。ありがたいことではございませんか。と言い結ぶ。権之助はほっと息づきをし直しながら、いや、ここの深山が、そういう尊い戦の後とは初めて承知しました。知らぬことと言いながら、先ほどは、そつじなお尋ねをいたし、お許しください。いや、もう。光悦は手を振って。実を言えば、手前こそ、人恋しくいたところで、今日も昨日も、胸にうしいていたものを、誰かに語りたくて、ならなかった折なのです。また、つまらぬお尋ねをして、お笑いを受けるかもしれませんが、光悦殿には、もうこの寺に長くご逗留でございますか？されば、今度は7日ばかりになりまする。やはりご信仰で、いえ、母がこの辺りの旅が好きなのと、自分もこの寺に参ると、奈良鎌倉以降の絵やら仏像やら漆器やら、いろいろ名匠の作品を見せていただけるので、おぼろな地に影を引いて、光悦と妙秀に、権之助とより、二組になって、いつか金堂から直道の方へ歩いていた。ですが、明日の朝は棒を立とうと存じます。武蔵殿にお会いになったら、どうぞ今一度、今日の本阿弥の辻へ立ち寄ってくださるよう、お伝えおきよう。承知いたしました。では、ごきげんよう。おう。おやすみ。山門の影の突き刺さぬ闇を境に分かれて、光悦と妙秀には某社の方へ、権之助はいおりと共に山門の外へ出た。土塀の外は自然の堀を巡らしたような渓流であった。そこの土橋へかかるや否、何か白いものが物陰からさっと権之助の後ろへ襲いかかり、いおりはという間もあらず、土橋の外へ足を踏み外していた。4. 残部。しぶきの中に、いおりは跳ね起きていた。流れは速いが、水は浅い。なんだろう。とっさなのだ。どうして落ちたのか、自分でもわからない。だが、土橋の上を仰ぐと、そこから、自分を放り飛ばした勢いのものが何者をも交えず真空の一圏内を作って対峙していた。その一方は、権之助不意に襲いかかった白いものだ。いおりが跳ね飛ばされて落ちた刹那、白いものと見えたのは彼の白衣であった。あ、山伏。いおりはさてこそ来るものがついに来たなと思った。何のゆえか、おとといから自分たちをつけていた、あの山伏なのだ。山伏の杖。権之助も手慣れの杖。不意に打ってかかったが、権之助が沢させじと、途端に身の位置を変えたため、山伏は土橋を挟んで、往来側の口に立ちふさがり、権之助は山門を背中にして、何者と一喝を発し、人違いすな声鋭くたしなめていた。山伏は何も言わない。人違いなどするかといった体である。背には老いを覚え、継承を書いたいでたちに見えるが、踏んまえている足は木が生えているように確かである。この敵、ただものにあらず、と見ながら権之助は満身を気に膨らませて、上を後ろにしごきながらもう一度、誰だ、卑怯だ、名を申せ、さもなくば、この無双権之助、何の一種で打ってかかるか、理由を言え。山伏は耳がないように、ただ眼だけに乱々と、人を葬るような炎を焚いている。金剛和蘭寺の足の指が、ムカデの背みたいに、一縮一縮、血を握り詰めてくる。うぬ、もはや。これは権之助が、丹田で、観人を破ったうめきである。彼の丸っこい五体は、闘志に節くれだって、詰め寄る山伏に対して、彼の方からも、せり詰めていった。ガツッと、物音が発した途端、山伏の情は、彼の情のために、真っ二つに折られて、宙へすっ飛んでいた。だが、山伏は、手に残った情の半分を、権之助の面部へ向かって素早く投げつけ、権之助が、顔をふと、かわした一瞬、腰の回答を抜いて、飛燕のように踊りかからんとするかに見えた。その時、その山伏が、おと言ったのと、伊織が、渓流の背で、畜生と叫んだのと、同時であって、山伏の足は五六歩ほどそのまま、ダダダダ、と土橋を往来の方へ踏み退いた。伊織の投げた石つぶてが、山伏の面部へ、したたかに当たったのである。悪くすれば、左の目であったかもしれない。とにかく山伏としては、思わざる方角から致命的な痛手を受けたため、しまったと思ったに違いない。崩れた体勢をそのまま一転、足を変えるが早いか、寺の土塀と渓流の流れに沿って下町の方へ、そやのごとく逃げ去ってしまった。岸へ飛び上がった伊織は、待て!と、手の中にまだ石を握っていて、追いかけそうにしたが、権之助に止められて、ざま、見ろ!と、その石を、もう人影のない、おぼろへ向かって遠く投げた。5. 当時屋敷の登録の家へ戻ってから、ほどなく二人は寝床へ入ったが、さて二人ともなかなか眠れない。ぐわう、ぐわうと、峰の夜嵐が矢の胸をめぐって、吹けるほど耳につくせいばかりでもない。眠りとうつつの境で、権之助は光悦の言葉を脳裏に繰り返し、兼務、将兵の昔を思い、また、現在の世へ思い至って、応仁の乱れから、室町幕府の崩れ、信長の討業、秀吉の出現と時勢は移り、そして、その秀吉のない今は、関東、大阪の二つが、次の覇権をめぐって、明日も知れぬ風雲をはらんでいるが、思えば、世の中は、兼務、将兵の昔と、どれほどな相違があろう。そう考えるのだった。北条、足利の戸が国家の大本をかき乱した最も忌むべき時代には、反面にまた、楠木氏一族のような、また、諸国の尊王部族のような、真の大和物の符が現れたが、今の部門は、また武士道は、これでいいのか。民心は、天下の主権が、信長、秀吉、家康と慌ただしく、争奪されるのを眺めている間に、誠の主情のおわすをすら、いつか思わぬようになり、民の気逸というものが、総じて、はぐれているような。武士道も、町人道も、百姓道も、すべてが、武家の派遣のためにあって、天皇の、大御宝である臣民の本分を、見失ってきているような。気がつくと、彼は、社会は、賑わしくなり、個々の生活は活発になってきたろうが、この国の根本のものは、兼務、将兵の頃から、大して良くなってきてはいないのだ。大難航の報じた武士の道、抱いたであろう理想とは、まだまだ遠い世の中なのだ。と、夜具の中に横たえている身も熱くなり、河内の峰々や金剛寺の総木が、夜話を終えたけも、何やら心あるもののように夢へ聞こえてくるのだった。いおりは、いおりでまた、なんだろうさっきの山口は、と、あの白い現像がまぶたから消えないらしい。そして、明日の旅がなんだかしきりと気遣われ、怖いなぁ、と呟いて、峰の嵐に布団の襟を引きかぶった。そのため、夢に大日様の微笑みも見ず、尋ねる姉の面影も現れず、朝もパチリと早く目が覚めてしまった。おあんさんと登録は、二人が今朝早く立つとのことに、暗いうちから朝飯や弁当の支度などしておいてくれて、いよいよここの門から立つとなると、食べながらお歩き、と、いおりへ酒のかすの焼いたのを紙に包んで別にくれた。お世話になりました。ご縁もあらばまた。立ち入れると、峰には虹色の朝雲が動きかけ、天の川の流れからは湯気のような水蒸気が立っていた。その朝もやをついて、ぴょいとそこらの家から飛び出してきた一人の身軽な旅や金度は、権之助と伊織の後ろから、よう、お早いお立ちで、と元気よく、いかにも朝らしい声で言葉をかけた。ひも、1、身も知らぬ男なので、権之助は良いほどに挨拶を返したのみ。いおりも、夕べのことがあるので、無言を守って歩いていると、お客様は夕べ、登録丼のところへお泊まりでございましたな。登録丼には、手前も長年、お世話になっておりますよ。ご夫婦とも、誠によくできたお人で。などと、旅商人の男は、もう連れになった気で、いよいよ慣れ慣れしくなる。それも、良い加減に聞き流していると、また、木村助九郎様にもご贔屓になりまして、柳生のお城へも、時折にはご用を伺いに出たりいたしますが、と、しきりに話の糸を引く。女人荒野の金剛寺へお参りになりました上は、ぜひ紀州荒野山の方へもお登りでございましょうが、もう山道の雪はございませんし、道のなだれもすっかり治っておりますから、お登りには今が良い季節。今日は奄美、紀伊見などの峠をゆるゆる越えて、今夜は橋本か神室でゆっくりお休みになるとちょうど良い頃合いで。言うことがいちいちあまりこちらの消息に通じすぎているので、権之助は不審に思って、お主何やじゃな？手前は内紐の売り子でございます。この荷の中に、と背に負っている小さい包みに首を曲げ、組紐の見本を持ちまして、金国音国を注文を取って歩いておりますもので、はは、紐やか。登録丼の手鶴で、金剛寺のお檀家などもたくさんお世話していただきましてな、昨日も実は例によって、登録丼の家へ泊めてもらうつもりでお寄りしましたところが、今夜は呼んどころないお客が二人あるから、ご近所の家で厄介になってくれと申され、同じ当時長屋の一軒で寝かしてもらいましたわけで、いえいえ別にあなた方のせいじゃございませんが、登録丼とこへ泊まると、いつも良い酒を飲ませてもらえるので、寝るより実はそれが楽しみなんで、はははは。そう聞いてみれば、別に不審に思う筋はない。権之助は、むしろこの男が、付近の地理や風俗に詳しいのを幸いに、高額のため、耳袋を養っておこうとするらしく、歩きながらの道々を何かと尋ねたり、探ってみたり、いつか相手になっている。すると、奄美の高原にかかって、紀伊見の峠から、荒野、大峰の姿が正面に見えてきた頃である。おーい、と、後ろの方から呼ばわるものがある。振り返り見ると、連れの紐売りと同じような格好をした旅や金度の者がまた一人かけてきて、すぎぞ、ひどいじゃないか。追いついてくるなり、息をせえて言う。今朝立つとき、誘ってくれると言うで、天の村の口で待っていたに。なんで黙っていっちまうだ。おお、源助か。いや、すまないすまない。登録のんとこのお客と連れになったもんで、うっかり声をかけるのを忘れちもうた。ははは。と、頭をかいて。あまり旦那と話が持ててしまったもんで、と、権之助の顔を見て、また笑った。やはり内紐の売り子仲間と見え、その男と旅先の売り上げだの、糸の相場のことなど、しきりと喋り合っていたが、そのうちに、あぶねえ、と、二人とも立ち止まった。太古の大地震で、割れた後のような断層の切れ目に、無造作な丸木が二本渡してあった。どうしたのか、と、二人の後ろへ寄って、権之助もそこに立つ。旅商人の水蔵と源助は、どんな、ちょっとお待ちなさいまし。ここの丸木橋が壊れていて、ぐらつきますで。崖崩れか？それほどでもありませんが、雪毛に石ころが落ち込んだまま、直してもないのでさ。往来人のため、ちょっと動かないようにしますから、少し休んでいてください。と、二人は早速、断層の崖際へ身をかがめ、かけ渡してある二本の朽木橋の土台へ石をかませたり、土を築いたりしている様子。ひどくな心がけを、と、権之助は心の内で感じていた。およそ旅の根拠は、常に旅をしている者ほどわかっているはずだが、その旅慣れている者ほど、他の旅人の根拠などは、帰り見もせぬのが多い。おじさんたち、もっと石ころ持ってきてやろうかと、いよりも、二人の前後に手伝いを申し出て、せっせとそこらの石などを抱えてきたりしている。断層の谷はかなり深い。覗いてみると二畳の余もありそうだ。高原なので水は流れていないで、岩石や灌木でそこは埋まっている。そのうちに、良さそうだ。と、旅商人の源助は、朽木橋の端に乗って足踏みして試みている。そして権之助、ではお先に、と言い残し、ひょいひょいと身振りしながら、体の中心をとって、向こうへ素早く渡ってみせた。さ、どうぞ。残った杉蔵に促されて、次に権之助が歩み、その腰について、いよりも渡っていった。そして、朽木橋の上、足数にして、三歩か五歩も出たかと思うと、ちょうど断層の谷の真上のあたりで、きょうと、いよりと権之助は突然絶叫して、お互いの身を抱き合いながら立ちすくんでしまった。なんとなれば、先に渡っていった源助は、かねて備えておいたものらしく、そこの草むらのうちから一本の槍を取り出し、それを持ったと思うと、何気なく越えてきた権之助の方へ向けて、ピタと白い穂先を突きつけていたのである。さては野党か、と、戸胸を打たれて振り返ると、後になった杉蔵も、いつの間にどこから持ち出したか、同様にすやりを持って、いよりと権之助の背後を脅かしているのだった。しまった。指し物権之助も、杭の唇を噛み締めて、刹那の当惑に、髪の毛をもそけ立てた顔色だった。前にも槍、後ろにも槍。二本の朽木は、辛くも驚きにおののく身を、断層の中に支えているに過ぎない。おじさん、おじさん。無理もないが、いおりは絶叫をし続けて、権之助の腰に捕まっている。権之助は、そのいおりをかばいながら、瞬間目を閉じて、一命を天意に任せてしまい、さて、言った。さざくども、測ったな。するとどこかで、黙れ、旅の者、と、太い声で言ったものがある。それは彼を挟んで、槍を向けている、源助でも、杉蔵でもなかった。権之助がふと仰ぐと、向かいの崖の上に、左の目の上に、腫れ上がった青あざのある山伏の顔が見えた。そのあざは、夕べ、金剛寺の谷川から、いおりの投げた石つぶてを、すぐ二人に思い起こさせた。3、慌てるでない。いおりへそう言って、その優しさとは別人のように、権之助は。くそ！凄まじい敵意を吐いて、橋の左右へギラギラ目を配りながら、さては、昨夜の山伏の奇形だったか。浅ましくもまた、卑劣な賊めら。人を見損のうて、あたら一命を無駄にするな。彼とよりを左右から挟んでいる槍の持ち手は、その方に気を込めて狙いすましたまま、危ない朽木橋の上へは一歩も出てこないし、さっきから口も聞かないのである。絶体絶命。身動きのつかない谷間の空の朽木橋に置かれた権之助が、怒発天をついて、七から叫ぶ姿を、山伏は一方の崖から冷ややかに眺めて、賊とは何と、鋭くとがめた。ほどの知れた、何時らの路銀などに目をくれる都配と思うか。さような浅い目では、敵地へ隠密に来る資格はないぞ。何隠密だと関東者。山伏は大喝して、谷へ、その棒を捨てろ。次に、腰の代償を捨てろ。そして、両手を後ろへ回し、おとなしく、長めにかかって、我々の住まいまでついてこい。はあ。権之助は、大きな息をついて、途端に、闘志の大半を失ったように。待て。今の一言で、初めて解けた。何かの間違い事だろう。わしは、関東から来た者にそういないが、決して、隠密などではない。無双流の一条を一同として、諸国を修行し歩く、無双権之助というもの。言うな。くどくどと、そんな言い抜け。どこに、自分は隠密なりと、名乗って歩く隠密があろうか。いや、まったく。耳は貸さん。この子になって。では、あくまでも。ひっくくった上で、聞くことは聞く。益もない殺生をしたくない。もう一言申せ。なんでわしが隠密か、その理由を。怪しげなる男、同時一名連れて、江戸城の軍学家、北条阿波の密命を受けて、上方へ先行す。と、関東の味方の者から、特通帳のあったことだ。しかも、ここへ来る前、柳生兵庫や家臣の者とも、忍びやかに示し合わせてきたことまで見届けてある。すべて、根から間違いだ。有無は言わさん。行く先へ行ってから、いくらでも申せ。行く先とは、行けばわかる。わしの意志だ。行かなかったら。すると、橋の左右を塞いでいた、旅夜勤度の杉蔵、源助と称する二人が、槍の先へ、キラと火を吸って、突き殺すまでだ、と、にじり寄った。何を言うとすぐ、権之助は、そばへ抱え寄せていた伊織の背中を、平手で、どっとついた。わずかにやっと、足を乗せて渡れるだけの幅しかない二本の丸木から、伊織は身をのめらしたので、ああ声もろとも、二畳の世もある、断層の底へ、自分から飛んだように落ちていった。とっさにまた、うわっ吠えた権之助は、かざし上げた城から風を起こして、一方の槍へ、我と我が五体を叩きつけるように飛びかかっていった。4. 槍が、槍の働きを十分に示すには、秒間の時と、借地の距離とがいる。構えてはいたが、また、刹那を外さず、繰り手を伸ばしはしたが、シェーと、喉でわめいたのみで、完全に水臓は空をついてしまった。そして途端に、体ぐるみ、自分へぶつかってきた権之助と、折り重なったまま、ドサッと、崖へ尻餅ついた。転がり合った刹那、権之助の杖は左手にあった。杉蔵が羽を着ようとするとき、彼の右手の拳は杉蔵の顔の真ん中を一撃で突きへこました。ぐわっ、面部のどこからか血を吹いて、歯茎を剥いてみせた顔は実際へこんだように見えた。権之助はその顔を踏みつけ、一跳躍して高原の平地へ立った。そして、髪を逆立てて、来いと、女王、次のものへ備えたが、死者の運命を打開したと思ったその瞬間こそ、実は彼を待っていた、本当の死地だったのであった。そこらの草むらから、二筋、三筋、ひゅっと、サラダムシのような紐が草を撫でて飛んできたのである。一筋の紐の先には刀の唾が結いつけてあった。また、一筋の紐にはさやぐるみの脇差しが縛りつけてあった。奮闘の代わりに用いたのであろう。勢いよく走ってきたそれは、権之助の足元だの、首のあたりへ絡みついた。仲間の杉蔵が不覚を取ったと見て、すぐ断層の橋を渡ってきた源助と山伏の方へ向けて、とっさに構えていた杖とその手元へも、一筋、くるくるっと、鶴のように巻きついた。あ、雲の糸から逃れようとする昆虫のように、権之助の全身は本能的に暴れたが、わらっと寄りたがってきた五六名の人間は、完全に彼のもがく姿を覆い隠してしまった。手取り、足取りである。その人々が彼の体から離れて、さすがに手強い、と一汗吹き合った時には、もう権之助はまりのようにくくられて、どうでもしろというように大地に任せられていた。その両手と胴とを幾重にも巻いた戒めの紐は、この近郷で、いや、近頃はかなり遠国まで知れてきた丈夫な木綿の平打ち紐で、九度山紐とも真田紐とも呼ばれ、製品の販路を広げて歩く売り子も、どこへ行っても見かけるほど手広く売り出されている紐だった。今、草むらから不意に起こって、権之助を歓声に落として顔見合わせている六七名も、すべてその紐売りの旅屋金のごしらえのものばかりで、ただ一人、山伏いでたちの男の身が違っているだけだった。馬はないか、馬は。山伏はすぐこう気を配って、九度山まで引っ立てて歩くのも途中が煩わしい。馬の背にくくりつけて、むしろでも引っかぶせていくとしてはと測ると、それがいい。この先の奄美村まで行けば、と、一同異議なく、権之助を追い立て、真っ黒に固まって、雲と草の彼方へ急いで行ってしまった。だが、その後、地の底から冷たい風の吹き上がるたびに人の声が、この高原の空を流れていた。断層の谷へ落ち込んだ、いおりの叫びであることは言うまでもない。春、雨を帯ぶ。地。鳥の鳴く声も、鳴くところ、聞くところによって違う。また、人の心によっても違う。荒野の奥の高野杉には、天上の鳥という、銀河の声が住み抜いている。ここでは、下界でいうモズも、ヒヨドリも、あらゆる雑鳥も、一様に、下領銀河のさえずりであった。ういのすけ。あ、無情だな。名護の橋とかいう、反り橋の上に佇んで、老武士は、友のぬいのすけという弱党を顧みた。どこの田舎の老い侍。一応は、そうとしか見えない。手織木綿のごつい羽織に、ドバカマという旅ごしらえ。けれど、大小がずぬけていい。立派な差し量である。それから、友人の、ぬいのすけなる弱党の骨柄もよく、いわゆる増人連れの下、渡り暴行人とは違って、子飼いからのしつけが見える。見たか？織田信長公のお墓、明智光秀殿のお墓、また、石田三成殿や、金吾中納言様や、苔むした古い石には、源家の人々から平家の友柄まで、ああ、数知れぬ、故家の人間が、ここでは敵も味方もございませんな。一様に皆、弱たる一つの石でしかない。指物上杉、武田の名も夢のような。変な気がいたしまする。どういう心地がするの？なんだか世間のことがすべてありえない嘘のような。ここが嘘か、世間が嘘か、わかりません。誰がつけたか、奥の院と下院との、ここの境を、名護の橋とは、うまくつけましたな。迷いも実、悟りも真、わしはそう思う。嘘と見たら、この世はないからな。いや、ご主君に一命を差し上げている侍暴行の身には、かりそめにも虚無感があってはなるまい。わしの善は、故に、活善だ、シャバ善だ、地獄善だ。無情に世ののき、世を厭う心があって、侍の奉公がなろうか。と言って老武士は、わしはこっちへ渡る。さあ、元の世間へ急ごうぞ。足を早めて先に立つ。年の割に足が確かである。襟首に兜のしころずれらしい跡も見える。山上の名所や道東の美もすでに一巡し、奥の院の参詣も済まし終わったものと見え、その足取りはもうまっすぐに下山口へかかる。よう出ておるな。下山口の大門まで来ると、老武士は遠くからつぶやいて、ふと迷惑そうな眉を潜めた。そこには、本山西岸寺の冒頭から、学寮の弱僧たちが20名以上も、列を左右に割って待ち受けていた。老武士の見送りにである。老武士は、そんな手数を煩わすことを避けるために、すでに今朝立つとき、金剛無事で、一同に別れの辞を尽くして出たのであるから、重ねてまた、ここで大勢の見送りを受けたことは、行為には感謝しても、かえって忍びの身には、ありがた迷惑と思ったに違いなかった。が、そこの儀礼や挨拶の取りやりも済まして、九十九谷という谷間を目の下に、折り道を急いでくると、やっと気も楽になりまた、彼のいわゆるシャバ禅や地獄禅も必要とする。下界の匂いや、その身自身の人間臭い心の垢も、心にいつか戻っていた。あなた様は、とある参道の曲がり角、出会い頭に、体つきの大きな色の白い、と言って美少年では決してないが、いやしくない若侍が、目を見張って立ち止まった。あなた様をと、声をかけられて、老武士と弱頭の縫之助も、はっと足を止め、どなたでござるか、尋ねると、九度山の父から申しつかって、使いに参りましたものにござりますが、と、その若侍は、隠吟に礼儀をした後、もし間違いましたら、お許しくださいまし、道のべで失礼にございますが、尊大はもしや、武前小倉よりお越しの、細川忠俊公の老臣、長岡佐渡様ではござりますまいか。え、わしを佐渡と。老武士は、さも驚いたらしく。かようなところで、ご存知のそこまとは、一体誰じゃ。わしはその、長岡佐渡に違いないが。では、やはり、佐渡様でございましたか。申し遅れましたが、私は、このふもとの、九度山に住居しておる院士、月僧の一子、大助めにござります。月僧、はて。思い出せない顔すると、大助は、佐渡のその眉を仰いで、もはや父が、特に捨て去りました名にござりますが、関ヶ原の戦いまでは、真田左衛門之助と名乗りおりましたもので。よう、と、愕然。では、真田殿、あの雪村殿のことか。はい。そこもとはご子息か？はい。と、大助は、そのたくましい体に似合わず、恥じらい顔に。今朝ほど父の住まいへ、ふと立ち寄りました、西岸寺の坊様のお噂に、ご登山のよしを知り、ご尾行とは伺いましたなれど、他ならぬお方のたまたまなご通過、それに道とても、このふもとのお通りがかり、何もおもてなしはござりませぬが、芝の角辺で、粗茶一服、差し上げたいと父が申しまする。そのため、お迎えに参じましたので。ほう、それは。と、佐渡は目を細めてみせたが、友の縫之助を振り返って。せっかくなご好意であるし、どうしたものか、と、測った。さようで、と、縫之助も、うかとは答えかねていた。大助は重ねて、なお、およろしければ、まだ血と日はたこうござりますが、一夜、お泊まりでもくだされば、願うてもない幸せ、父も定めし喜ぶかと存じますが。考え込んでいた佐渡は、何やら心を決めたように、我と我が身へうなずいて、では、ご厄介に相なろう。止めていただくか否かは、その時として、脳を縫い、ともあれ、お茶を一つ。はい、お供いたしましょう。主従は、それとなく目を見合わせて、大輔の案内に従っていった。ほどなく、黒山の里だった。その里の民家からは少し離れて、小高い山の背により、土留めの石垣を畳み上げて、芝垣を巡らした一構えがある。ちょうど土豪の山屋敷といった風な作りだった。しかし、芝垣も門作りも背が低く、風雅を失っていない。因子の家と聞けば、なるほどと、どこかゆかしい感ががあった。門前に父が出てお待ちしておりまする。あの棒奥でございます。大輔は指さした。そして、そこから客を先に立て、自分は後について、我が家の前へ近づいた。3、土塀の囲いのうちには、朝夕の汁へ積み入れるほどな菜だとか、ネギなどの野菜が畑に作ってある。母屋は崖を覆い、座敷から工藤山の民家の屋根や、カムロ塾が低い彼方に見える。曲がり園の横は、青々と竹林が水のせせらぎを抱き、その竹林の向こうにも住居があると見えて、二棟ほどな家がすいて見えた。佐渡は通されて、寒がな一室に座り、友の縫之助は、縁の板の間に、端石してかしこまっていた。お静かだのう。佐渡はつぶやいて、室内の熊にまで目をやった。主の雪村とは、土塀の門をくぐるとき、もう会っている。しかし、案内を受けて、ここに座ったきりで、挨拶はまだ交わしていない。改めて、客の前に出直してくるのであろう。茶は、息子の大輔の嫁らしい夫人が今、しとやかに置いて下がった。だいぶ待つ。しかし、開かなかった。ここの客間の、なりくれとないものすべてが、主の席にない間も、客を慰めている。庭越しの遠い眺め、水の姿は見えないが、水のせせらぎ、かえぶき屋根の久し先から咲いている苔草の花。また、客の身近には、これとて、きらな調度は何一つないが、さすがに上田城38000石の城主、真田正幸が次男の果て。そこはかとなく、くんじる香木の匂いも、民間にない種類の名木らしい。柱は細く、天井は低めに、わびたる荒壁の小床には、そばの一輪差しに、梨の花が一枝投げてあった。理科一枝、春、雨を追ぶ。客の佐渡は、白楽天の一句を思い起こし、そして、長言歌に歌われた、楊貴妃と関王との恋など、声なきおえつを聞く心地がしていたが、ふと目はそこにかけてある一連の書に、はっと打たれた。五行の一行ものである。筆太に濃い墨で、とっぷりと大胆に、が、どこか無邪気で、幼いところを見せ、一気に、報告大明神、と書き下してあるのである。そして、その大字の脇に小さく、秀頼8歳書としてあった。道理で。佐渡は、それへ背を向けて座っている身を恐れて、少し座の位置を横へ移した。名木を炊き込めてあるのも、客のために、今、にわかに炊いたのではなく、帳簿にここを清め、これへ幹を捧げる時のものが、いつか襖にも壁にも、染みているのであろう。はは、さてはやはり、噂にたがわぬ、雪村の心がけよな。すぐ佐渡は、そこへ思い当たったのである。工藤山の伝心月相こと、真田雪村こそは、油断のならぬ男である。あれをこそ、誠のくせ者とは言うべきだろう。いつ風雲によって、どう返じるかもしれぬ惑星だ。深淵の竜だ。と、世間の噂は、なかなかにやかましく、よく耳にすることなのである。その雪村が、と、佐渡は、主の腹を悟りかねていた。本来、努めて隠すべきことを、客の目に触れるようなところへ、なんで、かけておくのだろうか。他になんぞ、大徳寺者の墨跡でも、かけておいたらよかりそうなものなのに。その時、板縁を踏んでくる人の気配に、佐渡はさりげない目をそらしていた。さっき門前で、無言のまま出迎えた、体の小兵な、肉付きも痩せ型な人物が、袖なし羽織に短い前差し一腰を刺して、しごく腰低く。失礼いたしました。せがれ目を差し出して、お旅先を、心なきお引き止め、お許しを、と、わぶるのであった。4. ここは、因子の干拓、主は浪人。元より社会的の地位は取り除けられている主格の間とはいえ、客の長岡佐渡は、細川藩の家老である、陪臣である。伝心月相と今は生で変えたりとはいえ、主の雪村は、真田正幸が嫡子、その実兄の信行は、現に徳川家の諸侯の一人。その雪村が、あまりに腰低い挨拶に、佐渡は甚だしく恐縮して、お手をお上げくだされて、と、しきりに辞儀を返し、さても今日は、計らざるお目文字、お噂を耳にするは常々ながら、ご健勝の体を見て、喜ばしゅうござる。佐渡が言えば、ご老大にも、いよいよ、と、雪村は、客の恐縮がるままに、くつろぎを示して、ご主人、忠敏公には、おつつがもなく、先頃は、江戸表よりご帰国とのこと、よそながら、執着の至りと存じおりました。されば、今年はちょうど、忠敏様の祖父の君にあたる、祐斎公様が、三条車町のご別邸で、お隠れ遊ばしてより、三年の木のお迎えと相なるので、もう、そうなりまするか。方々ご帰国、この佐渡も、祐斎公、三斎公、ただいまの忠敏公と、三代の君にお使い申す、骨董者となりよってござる。このあたりまで、話が砕けてきたところで、主客一緒に、はははは、と笑い合って、どうやらお互いに、筋を離れた、環境の主客らしく、打ち解けてくる。迎えに出た大輔は、初めて知った客であったが、雪村と佐渡とは、今日が初対面ではないらしい。よもやまの話のうちに。近頃は、和尚にお会いなされますかな？花園の妙心寺の愚道和尚に。雪村が聞くと、いやあ、さっぱり、ご無印を続けておる。そうそう、雪村殿を初めてお見かけ申したのは、愚道和尚の前室でござったな。お父上、正幸殿に貸し付かれて、手前は、妙心寺寺内の、春母院を建立の主命で、あの頃は絶えず訪れておったもので、いや、だいぶ以前のことじゃ、あなたもまだお若かった、と、佐渡の追回が、懐かしい思い出として語られるし、雪村も、あの頃はよく、哀れ者が角を貯めるために、愚道和尚の部屋に集まりましたな。和尚もまた、諸侯と浪人、長者と弱輩の差別なく、相手になってくだされた。分けて世の浪人と若い者を愛された。和尚がよく言ったことでおざった。不老のとは、あれは浪人じゃ。真の浪人とは、心に老衆の悩みを抱き、意志の老固な節操を持ったものじゃ。真の浪人は、妙理を求めず、剣にこびず、世に望んでは、祭りごとを私に曲げず、義に望んでは指針なく、白雲のごとく身は表病、雨のごとく行動は急、そして、貧に自落することを知って、的を得ざるも不平をやまず、などと。ようご記憶ですな。だが、そうした真の浪人は、爽快の玉のように少ないともよく嘆かれておった。しかしまた、かつての文をけみすれば、国難の大事にあたって指針なく、身を旧国の捨て草にした無名の浪人は、どれほどあるか知れぬ。じゃによって、この国の土中には、無数の七き浪人の白骨が、国柱となっておるが、さて、今の浪人はいかに、などともおっしゃった。佐藤は、語りながら、雪村の顔をあえて直視した。だが、雪村は、その目を感じないもののように。さよう、そのお話で、ふと思い出しましたが、あの頃、愚道省の執下にいた一人で、作州浪人の宮本何がしという年少の者がおりましたが、ご老代にはご記憶はございませんか。5. 作州浪人の宮本といえば、と、佐渡は雪村の尋ねをそのままつぶやき返して、武蔵のことじゃないかな。そうそう、宮本武蔵、武蔵と申しました。それがどうしたので？当時まだ20歳に満たない年少でしたが、どこか重厚な風があり、いつも赤汚れた服装をして、愚道省の前室の端に来ておりましたが。ほう、あの武蔵がのう。では、お覚えでございましたかな？いやいや、佐渡はかぶりを振って、手前が心に留めたのは、つい近年で、それも江戸在府中のこと。江戸によりますか、今は。実は、ご指名もあって、それとなく尋ねてはおるが、どうも居所が知れぬのでおざる。あれは見どころがある。あれの善は物になろうと、愚道省が申されたことがあるので、それとなく私も見ておりましたが、そのうち忽然と去ってから幾とせもなく、一乗寺下がり松の試合に彼の名を噂に伝え聞き、やはり和尚のお目は確かなものと思い合わせていましたが、手前はまたそういう武名とは異なって、江戸在府の頃、下総の法天ヶ原と申す土地で土民を育成し、後部の地を開墾しておる珍しい心がけの浪人があると耳にして、会ってみたいと探してみたところ、もう土地におらぬ。それが後で聞けば、宮本武蔵というものと聞き、未だに心に留めているのでござる。何せい、私の知るうちでは、あの男などが、和尚の申す真の浪人、いわゆる総会の玉だったかもしれませぬ。主殿もそう思われるか。愚道和尚のお噂に、ふと思い起こしたのですが、どこか心の隅に残るだけのものはある男でしょう。実はその後、手前から主君忠敏公にご推挙はしてあるのじゃが、総会の玉はなかなか相が通って、武蔵なら私もご推挙申してもよいと思いまする。とはいえ、そういう人物となると、士官の先にも、ただ禄ばかりでなく、自身の目指す働き場へに望みを抱いているに違いない。案外、細川家よりの迎えよりも、工藤山からのお迎えを、待っておろうもしれませぬぞ。え？ははは。佐渡はすぐ笑い消した。だが今、不用意のうちに、雪村へ行った佐渡の言葉は、必ずしも不用意な言とは言えない。悪く言えば、主の腹を探ろうとして、英方の先をちらと見せたものと取れる。おたわむれを、と、雪村も、笑い顔だけではそらしかねて、なかなか弱党一人、今では召し抱えられる身ではなし、なんで名だたる浪人衆など、工藤山へ迎え取りましょうぞ。もっとも先でも気もいたしますまいが。言い訳に落ちるとは知りながらも、つい言い足してしまったのである。佐渡はこの塩と、いやいや、お包みあるな。関ヶ原の合戦に細川家は東軍にご加勢。徳川方と岸はすでに鮮明でござるし、また、そこもとにおかれては、こう、太閤様の以降、秀頼君が、唯一の味方と、お頼みの人とは、世上に隠れもないことよ。最前もふと、床のおかけ物をハイスにつけ、普段のお心がけも、ゆかしゅう覚えていましたわえ。と、壁の秀頼の書を顧みながら、戦場は戦場、ここはここと、胸を開いていったのであった。6。そうおっしゃられると、この雪村、穴にも入りたい心地がいたす。と、彼は、佐渡の言葉を、思いのほか迷惑そうな体で、秀頼公のその御所は、太閤様の見栄と思えとて、大阪城のあるお方より、わざわざ下されたものとて、粗末にもならず、掲げてはおきまするが、すでに太閤様も、亡き今日では、と、差しうつむいたまま、しばし声を飲んでまた、移りゆく世は、是非もござらぬ。大阪のご運がどうなるか、関東の誠意がどこまで行くか、賢者でのうても、今は誰の目にも見えてきた時世、というて、にわかに節を曲げて、二君に仕えもならず、というのが、雪村の哀れな末路、お笑いくだされい。いや、ご自身でそう言われても、世間は承知いたしますまい。明け付けに申そうなら、淀殿や秀頼君より、年々、莫大なお手当も密かに貢がれ、この九度山を中心に、底元が手一つ上げれば、5000、6000の浪人は、物の具取ってすぐはせ集まるだけの、手飼いの衆もあるとやら。はははは。でもないことを、佐渡殿、人間、自分以上に、自分を飼われているほど、辛いものはございません。じゃが、世間のそう思う方が無理もない。お若い頃から、太閤様にも、そば近くを置かれて、人一倍、お目をかけられたそこもと、そのご恩子やらまた、真田正幸が、次男雪村こそは、東大の、楠木か孔明かと、職目されておられるだけに、おやめください。そう聞くほど、身が縮みまする。では、ご分かな？願わくは、のりの宮間のふもとに、余生の骨をうずめ、風流は身にないことながら、せめては種も増やし、この孫を見、秋は新そば、春は若菜の浸し物を膳に乗せ、ちぐさい修羅話や戦のことは、松吹く風と聞いて、長命を人を存じまする。はて、ご本心で？近頃、老僧の書物など、暇に明かして読みかじるにつけても、この世は楽しんでこそ人生、楽しまずして、何の人生ぞや、などと、悟りめかしておりまする。お下げ済みではあろうなれど。ほほう。誠には受けないが、佐渡は、誠に受けた顔して、わざと、呆れ顔を作ってみせる。かかるうち、もう半時。主客の間には、幾度か、茶が継ぎ替えられ、その度、大輔の嫁らしい女性が見えて、何くれとはなく気を配って下がってゆく。佐渡は菓子台の麦落雁を一つつまんで、だいぶいらざるおしゃべりをして、おもてなしに預かった。ぬい、ぼつぼつおいとましようか。いたべりを帰り見て言うと、あいや、もうしばらく、と、雪村は引き止めた。嫁とせがれどもが、あちらで今、そばなど打って、何やら、支度しておるそうな。山がとて、ろくなお構いもなりませぬが、まだ日は高いし、かむろへ、お泊まりとすれば、ごゆるりでよいはず。まず、暫時は。そこへ大輔が、父上、どうぞお越しを。できたのか？はい。座敷も、あちらへしつらえておきました。そうか、では、と、客を促して、雪村は、縁伝いに先へ立った。せっかくの行為、佐渡も心よく後についていったが、その時ふと、不審な物音を、裏の竹林の向こうに聞いた。7、その音は、旗を折る音かとも思えたが、旗よりも大きな音で調子も違う。竹林を前にした裏座敷に主人と客に備える蕎麦が出ていた。酒の兵士も添えてある。不出来でございまするが、大輔が言って箸を進める。まだ人慣れない嫁が、お一つ、と兵士を向ける。酒は、と佐渡は杯を伏せて、こちらが良い、と、そばに向かう。強いては進めず、大輔も嫁も、ほどよく下がる。その間も、竹林の彼方から、旗に似た音が、しきりに耳をつくので、佐渡は、あれは何の物音で、と、尋ねた。雪村は、客に聞かれて、客の耳障りになっていることを初めて気づいたように。おう、あの音でござるか。あれはお恥ずかしいが、たつきの助けに、家族どもや、子飼いの召使いどもにやらせておる、組紐打ちの細工場で、紐打ちの目車をかけている音でござります。自分たちは職業でもあり、朝夕耳に慣れていますが、お客にはおうるさかろう。早速、申しつかわして、目車の旗を止めさせましょう。手を叩いて、大輔の嫁を呼びかける様子に、いや、それには及ばぬこと。お職所の妨げしては、かえっていずろうおざる、ひらに、と、佐渡は止めた。ここの裏座敷は、母屋の家族たちがいるところに間近いと見えて、出入りの者の声や、栗屋の音や、どこかで銭を数える音や、前の離れとはだいぶ空気が違っている。はて、こうもしなければ食えないほどな境遇だろうか。佐渡はいぶかったが、まったく大阪城からの貢ぎがないとすれば、落ちぶれた大名の末路はこうもあろうかと思わぬでもない。家族が多い農事にはなれない、ある限りの品は売り食いしていつかは尽きてしまう。あれこれ思いすぎたり、惑ったりしながら、佐渡は蕎麦をすすった。だが、蕎麦の味から、雪村の人間を噛み分けることはできなかった。総じて、バクとした男、という感じであった。10年ほど前、具道和尚の失火で知った頃の印象とは、どこか勝手が違っていた。しかし、こっちで一人相撲を取っている間に、雪村は自分を通して細川家の医師なり、近所なりを雑談の端からでも嗅ぎ取っているかもしれない。探りがましいことは彼の口からはちりほども聞かれていないが。聞かないといえば、第一自分が何の用務を帯びて高野山へ来たのか、それすら雪村は尋ねようとはしない。佐渡の登山は元より主名なのである。個人の細川雄斎公は太閤在政中にも、辞して西岸寺へ来たことがあるし、山上に長くいて、箇所の著述などを書いていた一夏もあるので、西岸寺には、その折のままになっている雄斎公の直筆の書物や文房の形見やらが何かと置いてある。その整理と受け取りの打ち合わせに、今年3年の帰依を前に、豊前の小倉から、わざと身軽で来たわけだった。そんなことも、雪村は正そうともしない。迎えの大輔が言った通り、門前を通りすがりの客へ茶一つの供応をするのが、裏も表もない彼の真意でありまた、好意としか思えなかった。8、友野縫之助は、先ほどから縁花にかしこまったままでいたが、奥へ通された主人の身が不安でならなかった。いくら表面は歓待しているようでも、ここは敵方の家である。徳川家にとっては油断のならない大物として注意人物の第一に見ている人間の家。紀州の領主、浅野長明は、そのために徳川家から特に九度山の監視を言いつけられているとも聞こえている。相手が大物だし、つかみようのない雪村という人物なので、手こずっているという噂も、かねがね聞くところだし。よいほどに、お帰りなさればよいのに、と、縫之助は気を揉むのだった。この家に、どんな奇形がないとも限らないし、また、そんなことはないとしても、目付役の浅野家から、徳川の方へ細川家の反動が、忍びの都事に立ち寄ったと報告されるだけでも、徳川の心象を悪くしよう。関東と大阪の間は事実それほど険悪なのである。そんなことにお気づきなさらぬ佐渡様でもないのに。などと縫之助は奥の方ばかり伺って案じていたが、ふと園の傍らの蓮行や山吹の花がゆさと大きく揺れたかと思うと、いつか墨を流していた空から板びさしをかすめてぽつりと雨が落ちてきた。彼はふと、よいしよ、と思いついて園を降り、佐渡が供応されている部屋の方へ庭伝いに歩み、そこから、雨が来そうでございます、ご主人様。お立ちなれば、今のうちにと存じますが。声をかけると、さっきから話にとらわれて、立ちかねていた佐渡は、心を聞きたるやつと、すぐ応じて、や、ぬいか。何、降って参ったと？今のうちなら、濡れもしまい。どれどれ、早速、お暇しよう。雪村へ挨拶して、気短に立ちかけると、雪村も、せめて一夜は、お泊まりよとあるところだったが、主従の気持ちを察してか、強いてとも言わず、大輔と嫁を呼んで、お客に、美濃を差し上げい。そして大輔は、かむろまで、お送り申し上げて、と言いつけた。はい。大輔は、美濃を持ってくる。それを借り受けて、佐渡は門を辞した。早い足の雲が、戦場がだりの懐や、荒野の峰々から空をかけてくるが、雨はさしたることもない。ごきげんよう。雪村とその家族たちは、門のあたりまで客を送っていった。佐渡も陰銀に礼を返し、そして雪村へは、いずれまた雨の日か風の日か、お目文字いたす日もおざろう、ご健勝に、と言った。雪村はニコとうなずいた。やがてまた、お互いに馬上長僧の姿を、その時ふと描いて胸につぶやきあったであろう。だが、塀越しの杏の花は、人とに散って、送る主と去る客の美濃を、惜しむゆく春の風に、しらじらと彩った。大輔は送って行きながら、そのみちみち、さしたる振りはありませぬ。晩春の空癖で、山には一日一度ずつ、きっとこんなハヤテ雲が通るのです。と言った。だが、雲足に追われて、おのずと足も急いでくると、やがて、カムロの宿の入り口あたりで、彼方からかけてくる一打の馬と、白衣の山伏に行き当たった。9二打の背には、荒雲を覆いかけてある。そして、がんじがらみにした男の体を蔵の上にくくしつけ、両側から芝の巻き束を抱き合わせてある。山伏は先にかけ、旅や弓道亭の男が二人、一人が手綱を持ち、一人は細竹を持って、馬の尻を打ち叩きながら、急いで来たのだった。と、その出会い頭、大輔の方は、はっと目をそらし、わざと連れの長岡佐渡へ何か話しかけたが、その目に気づかず、山伏の方は、おお、大輔様、と、弾み声で呼びかけた。にもかかわらず、大輔はなお聞こえぬふりをしていたが、佐渡と縫之助とは否顔をして、すぐ足を止め、大輔殿、誰か呼んでおりますぞ、と、教えつつも、それへ目を注ぐ。ぜひなく彼は、おお、林正坊殿、どこへ？さりげなく言い寄ると、山伏は、君峠から一参に、これから山のお屋敷へすぐ参ろうと思って、と、声高に立ち話をし始め、先頃知らせを受けていた怪しげな関東者を奈良で見つけ、やっと君の上で生け取ったのでござる。人並み優れて、面魂の豪気なやつ。月相様の前に引き据えて、泥を吐かせたなら、関東型の反感の機密などが、あるいはこの者の口から。黙っていれば、問わぬことまで、縦板に水のような調子で、誇り顔に喋り出すので、大輔もついに、これ、臨床後を、何を言うのか、わしには一向わからぬが、ご老じませ、馬の背を、その馬の背に、ひっくくってあるやつこそ、関東者の隠密で。ええ、馬鹿な。たまらなくなって、もう目や顔つきでは、間に合わなくなったように、大輔は一喝した。おらいばたで、しかも、わしのお供いたしておるお客を誰ぞと思う。武前小倉の細川家のご老臣、長岡佐渡様、めったなことを。いや、戯れも、ほどにいたしたがよい。え？林正坊は、初めて目を別な方へやった。佐渡と縫之助とは耳のないような顔して、あちこち眺めていたが、その間も、早い雲足は頭の上を越えて行き、雨混じりの風の落ちてくるたび、佐渡の着ている蓑は、詐欺の毛のように風に膨らんだ。あれが細川家の、と、林正坊は口をつぐむと、さも意外らしく、驚きと怪しみをたたえた横目遣いで見ていたが、どうして、と小声でそっと大輔尋ねていた。二言三言、何か囁いて、大輔はすぐこっちへ戻ってきたが、それを塩に長岡佐渡は、もうここでお引き取りくだされい。これ以上は帰って恐縮。と、強いて大輔とたもとを分かち、会釈もそこそこ立ち去った。大輔はぜひなげに、なお佇んだまま見送っていたが、その目をにらばと山伏の方へ返すと、うかつな、と、たしなめて、場所柄人柄、よう目を開いて、物は言うものぞ。お父上のお耳へでも入ったら、ただごとにはおかれまいぞ。ほう、よもやと存じて。山伏は面目なげに謝った。あれを真田の老頭、鳥海弁蔵と、このあたりでは知らぬものもなかったが。港、1。ほら、気が違ったのかな。いおりは時々、そんな恐怖に襲われた。水たまりを見ると、自分の顔を映して、顔はわかる、と、いくらか心を休めた。昨日から歩いている。どう歩いているのか見当もつかない。あの断層の底を這い上がってからずっとのことなのだ。来い！発作的にいきなり空へ向かって怒鳴ったり、畜生！と血を睨んでその気力が抜けると肘を曲げて涙を拭いたりした。おじさん！権之助を呼んでみる。やはりこの世にはもういないのだと思う。図られて殺されたのだと考える。あの付近に散らばっていた権之助の遺品を見てから、いおりはそう思い込んでしまった。おじさん！おじさん！多感な少年の魂は、無駄と知りながらも呼ばずにいられなかった。昨日から歩き続けている足の疲れも知らない。その足にも耳のあたりへも手にも血がついている。着物が裂けている。しかし、何も顧みようとしない。どこだろう。時々、我に帰る時は、胃の腑から空腹を訴えられる時だった。何かは食べていたが、何を食べてきたか、よく覚えてないのである。おとといの晩、泊まった金剛寺へなり、あるいは、その前の、柳生の章なりを思い出せば、歩む目当てもつくわけだが、いおりの頭には、断層以前の記憶は、まだ何も蘇ってこないらしい。バクとして、生きている。身を感じ、急に一人ぼっちになった身の、生きる道を探り歩いている形だった。バタバタと虹のように目を遮ったものがある。キジだった。山藤の香りがする。いおりは座り込んで、どこだろう。もう一度考えた。ふと彼はすがるものを見つけた。大日様の微笑みである。大日様は雲の彼方にも、峰にも谷にも、どこにでもいるものと彼には思われたので、山芝の上にペタンと座ると、私の行く先を教えてください、と手を合わせた。目をつぶっていた。そしてしばらくして顔を上げると、山と山の間に遠く海が見えた。うっすらと青いもやのように見えた。ぼんち？さっきから彼の後ろに立っていぶかしげに眺めていた夫人がある。娘と母であろう。二人とも、軽い旅装いはしているが、身綺麗にして、男の友も連れていない様子。近国に住む、良家の者の、上詣か物産か、つれづれの春の旅か、そんな風に見受けられる。何？いおりは振り向いて、ご両人と娘の顔をじっと見た。まだどこか目がうつろなのだった。娘は母を見、どうしたんでしょう、と囁いている。ご両人は首をかしげていたが、いおりのそばへ寄ってきて、手や顔の血に眉を潜めながら、痛くないのかい？と聞いた。いおりは顔を横に振ると、ご両人は娘の方を顧みて、わかることはわかるらしいよ。2. どっちから来たのかい？生まれはどこ？名は何というのか？そして一体、こんなところに座って何を拝んでいるのか？などと、ご両人とその娘に尋ねられて、いおりはようやく我と我が身を取り戻し、平常の彼にも近くなった様子で、ほい、君の峠で連れの者が殺されました。そしておらは山の割れ目から這い上がって、昨日からどっちへ行こうかと迷ってしまい、思い出して大日様を拝んでたら、向こうに海が見えてきた。はじめは不気味がっていた娘の方も、いおりの話を聞くと、かえって母らしいご両人以上に同情を寄せ。まあ、かわいそうな子を、おっかさん、堺まで連れて行ってやりましょうよ。もしかしたら、ちょうど年頃だし、お店で使ってやってもいいじゃありませんか。それはいいけれど、この子が来るかしらね。来るだろうね。いおりが、うんと言うと、じゃあほいで、その代わり、このお荷物を持ってくれるかい？うん。まだどこか肌慣れない気がすると見え、連れになって歩いても、当分のうちいおりは何を言われてもただ、うんとのみしか言わなかった。だが、それも長い間ではない。山を降り、村の道が尽きると、やがて岸和田の町へ着いた。さっき、いおりが山から見た海は、泉の裏であったのだ。人間の多い街中を歩くうち、いおりは親子の連れにも慣れて。おばさん家はどこだい？堺だよ。堺ってこの辺？いいえ、大阪の近く。大阪はどの辺？岸和田から船に乗って帰るんですよ。え、船に？これはいおりにとって思いがけない喜びらしかった。その喜びにはしゃいで、問わず語りに彼が喋るには、江戸から大和まで来る間、川の私に幾度も乗ったが、海の船にはまだ乗ったことがない。オラの生まれた下総には海はあるけれど、船には乗ったことがない。それに乗れるんなら本当に嬉しいなぁ、と、たあいもなく言い続ける。いおりや、と、娘はもう名を覚えて、おばさんおばさんって呼ぶのはおかしいから、おっかさんのことはご両人様とお呼び、私のことはお嬢さんと呼ぶんですよ。今から癖をつけておかないといけないからね。うん、と、うなずくと。うん、もうおかしいよ。うんなんていう返事はありませんよ。はいとおっしゃい。これからは。はい。そうそう。お前、なかなかいい子だね。お店で辛抱してよく働けば、手代に取り立ててあげますよ。おばさんちは？ああ、そうじゃない。ご両人様の家は、一体何屋なの？堺の海鮮丼屋さ。海鮮丼屋って？お前にはわかるまいが、船をたくさん持って、中国、四国、九州のお大名方の御用をしたり、荷物を積んで港に寄ったりする、商人なのさ。なんだ、商人か。いおりは急に、ご両人様やお嬢様を下に見るようにつぶやいた。3、なんだ商人かって。まあこの子は生意気な口を聞いて、と、娘は母と顔を見合わせ、そして拾ってやったつもりでいるいおりの小さな体を少し小憎らしいように見直した。ほっほっほっほ。商人といえば持ち売りか、そこらの呉服商いがせいぜいみたいに考えているからだよ。ご両人は聞き流して、むしろ愛嬌にとっていたが、娘は堺商人の誇りを持って、一応言っておかなければ気が済まないような様子。その自慢話によると、海鮮問屋の店は、堺の東神町の海岸にあって、三戸前の蔵と何十艘の持ち船がある。また店は、堺のみでなく、長門の赤間関にもあるし、讃岐の丸亀にも、山陽の鹿間の港にも出店がある。分けて、小倉の細川家からは、特に藩の御用も仰せつかっているので、お船手印も許され、名字帯刀もいただいて、赤間関の小林太郎左衛門といえば、中国九州切って知らないものはない。などなどなど、並べ立てて。商人と言ってもお前、ピンからキリまであるよ。海鮮問屋というものは、いざ天下の大戦とでもなってごらん。薩摩様でも、細川様でも、藩のお手舟だけでは足りはしない。だから、普段はただの問屋でも、いざとなればご合戦の一役をするのですからね。その小林太郎左衛門の娘であるおつるは、口をしがってしきりと説く。ご両人はおつるの母であり、太郎左衛門の妻でもあって、名はおせい様ということなども、やがていおりに分かって、いおりも少し言い過ぎたと思ったか、お嬢さん怒ったのと機嫌を伺う。おつるもおせいも笑ってしまいながら、怒りはしないけれども、お前みたいな井の中のカーズの子が、あまりこしゃくな口を聞くからですよ。すいません。お店には、手代だの、若い者だの、それから船が着くと、過去やカルコがたくさんに出入りするから、生意気なことを言うと、懲らしめられますよ。ほい。ほほほほ。生意気かと思うと、素直なところもあるね、お前は。と、良いおもちゃにして扱う。町を曲がると、海の匂いが、直に表に打ってきた、岸和田の船着き場である。この地方の産物を積んだ500石船がそこについていた。おつるは指さして、あれ乗って帰るんだよ、と、いおりへ教え。あの船だって、うちの持ち船なんだからね、と誇る。そこらの磯茶屋から、その時、彼女たちの姿を見かけて、かけてくる3、4人があった。船頭や、小林屋の手代らしく、お帰りなさいまし、お待ちしておりました。と、こぞって出迎え、あいにくと積み荷がたくさんで、お席も広く取れませんが、あちらへ支度もしておきましたから、すぐにどうぞ。先に立って、船のうちへ導いていったが、見れば、友寄りの一角に帳を巡らし、紐線を敷き、桃山蒔絵の調子だの、料理のお重だの、水の上とも思われない、豪奢な小座敷がこしらえてある。4、船は滞りなく、その晩、堺の裏に着き、小林のご両人とおつる様とは、船が着いた川尻のすぐ向かいにある、大きな間口の軒へ。お帰りなさいませ。よう早く。今日はまた、お日よりも良くて。などと、老番頭から若い者に至るまで、出迎える中を奥へ通りながら、そうそう、お帳場どん、と、店と奥の中仕切りで、ご両人は老番頭の左兵衛を顧みていった。そこに立っている子だが、へいへい、お連れになった汚いわっぱでございますか。岸和田へ出る途中で拾ってきた子なんだけれど、機転が利きそうだから、お店で使ってみてごらん。道理で変なものがくっついてきたと思いましたら、道で拾っておいでになったんで。しらみでもたかっているといけないから、誰かの着物をやって、一度井戸端で水をかぶせてから寝かしてやっておくれ。中仕切りの内緒のれんから先は、ちょうど武家の奥向きと表のような区別があって、番頭でも許しがなければ入れない。いわんや、拾われてきた風来の子に過ぎないいおりにおいては、その晩から店の片隅に置かれたのみで、ご両人とおつる様の顔を見ることも、それきり幾日もなく日は経った。嫌な店だな。助けられた恩よりも、いおりには、商家のしきたりがことごとに窮屈だし、不満だった。でっちれっちと人を呼ぶ。あれをしろ、これをしろ。若い者から老番頭まで、犬ころのように追い使う。それらの人間がまた、奥の者とか、お客とか言うと、額が使えるほど、頭ばかりペコペコ下げる。そういう大人たちはまた、明けても暮れても、金金金と、金のことばかり言っているし、仕事仕事と人間のくせに、仕事にばかり追われている。嫌だ、逃げ出そうか。いおりは何度も思った。青空が恋しい。土に寝た日の草の匂いが懐かしい。5、やだ、逃げ出そうか。そう考える日は、私の話や心を磨く道の語らいをしてくれた、死の武蔵の姿や、別れた権之助のことが、ひしひし慕われていた。そして、自分の実の姉と聞きながら、まだ行き合いぬ、お通の面影だのが。けれど、そう思い募る日もあり、夜もありつつも、少年の一面には、この泉州堺という港場の持つ、絢爛な文化だの、異国的な街だの、船舶の色だの、そこに住む人たちの豪奢な生活だのにも、ただならぬ目を見張って、こんな世界もあるのか、と心から驚いた。また、憧れや夢や意欲をも抱いて、いつとはなく日を送っていた。おい、よう帳場で老番頭の左平が呼んでいた。いおりは広い土間とナヤグラの路地を履いていた。よう返事をしないので、左平は帳場から立ってきて、欅の角材が漆で塗ったように黒くなっている店先のかまちまで出てきて、怒鳴りつけた。新参のでっち、呼んでいるのになぜ来ないのか。いおりは振り向いて。ほう、おらか。おらというやつがあるか。私といえ。ほう、はじゃない。へいというのだ。腰を低く。へい。お前、意味がないのか。意味はある。なぜ返事をしない。だって、いよいよと呼ぶから、自分のことじゃないと思ったんだ。おらは、私は、いおりという名ですから。いおりなんて、でっちの名らしくないから、いよでいい。そうですか。こないだも、あれほどわしが禁じておいたのに、また変なものを持ち出して、腰に刺しているな。その巻き雑砲のような刀を、へい。そんなものを刺してはいけないぞ。商家の小僧が刀など刺すなんて、バカ。こっちへ出せ。何を膨れている。これは、お父さんの形見だから話せません。こいつめ、よこせというのに。私は、商人なんかになれなくてもいいから。商人なんか、だと？これ、商人がなかったら、世の中は立ちはしないぞ。信長公がお偉いの、太閤様がどうだのと言っても、もし商人がなかったら、呪落も桃山も気づけばしない。異国からいろんなものも入りはしない。化けても堺商人はな、南蛮、ルソン、福州、アモイ、大きな腹で商いをしているのだ。わかってます？どうわかってる？町を見ますと、綾町、絹町、錦町などには大きな旗屋がありますし、高台にはルソン屋のお城みたいな別室があるし、浜には納屋衆というお大臣の屋敷や蔵が並んでいます。それを思うと、奥のご両人様やお鶴様が自慢たらたらのここのお店も物の数でもありません。この野郎！左平は土間へ飛んで降りた。いおりはほうきを捨てて逃げ出した。6、若い衆、若い衆、そのでっちを捕まえよう、捕まえてくれ。左平は軒から怒鳴った。菓子で荷場の軽くを指図していた店の者たちが、お、有効だな。おっとりまいて、すぐいおりを捕らえ、店の前へ引きずってきた。手に負えんやつじゃ。悪態は言うし、わしたちを小馬鹿にはするし、今日はうんと、凝らしてやってくれ。左平は足を拭いて帳場へ座ったが、またすぐ。それから、伊予が刺しているその巻き雑砲をこっちへ取り上げておきなさい。と言いつけた。店の若い衆たちは、いおりの腰から、まず刀を取り上げた。それから、後ろ手にくくって、店先に、幾山も積んである、二号りの一つへ、貝猿みたいにくくしつけ、少し人様に笑われろ、と笑いながら立ち去った。恥は、いおりが最も尊ぶところだし、武蔵からも、権之助からも、恥を知れとは、常々聞かされていたことである。恥さらした。と、自分を思うと、いおりは、少年の激しい血を、強敵に高ぶらせて、ほどいてくれと、叫び、もうしないと、謝り、それでも許されないと、今度は悪態に代わって、バカ番頭、クソ番頭、こんな家なんかに、いてやらないから、縄をほどけ、刀を返せ、と、わめいた。左平はまた降りてきて、やかましい、と、いおりの口へ布を丸めて押し込んだ。いおりが、その指へ噛みついたので、左平はまた若い者を呼び立てて、口を縛ってしまえ、と言った。もう何も呼べなかった。往来の者が皆、見て通る。分けてこの川尻と、東神町の貸し筋は、便船に乗る旅客だの、商人の荷だだの、物売り女だのと、往来が激しかった。猿ぐつわの口の中で、いおりは声を漏らしていた。そして身をもがき、首を振り、やがては、ポロポロ泣いている。そのそばで荷を積んだ馬が、とうとうと、いばりをしていた。いばりの泡が、いおりの方に流れてくる。刀もさせない、生意気も言わないから、もう戒めだけ、ほどいてもらいたい、と、いおりは心から思ったが、その訴えも叫べない。すると、もう真夏に近い炎天を、一目傘に火を避けながら、細竹を杖に、朝の旅を裾短にくくり上げて、ふと荷馬の向こう側を通り抜けた女性がある。あ、おや？いおりの目は飛びつきそうに、その人の白い横顔へ輝いた。ドキンと胸が鳴って、体中がくわっと熱くなって、気も乱れてしまいかけた刹那に、その人の白い横顔は脇目もせず、店の前を過ぎて、後ろ姿になってしまった。姉様だ。姉様の、お通さんだ。首を伸ばして、いおりは絶叫した。いや、彼だけは絶叫をもって、その人の背後へ呼びかけたつもりであろうが、声は誰にも聞こえてはいなかった。7. 泣き抜いた後は声も出ない。ただ肩で追いつしているきりだった。いおりはわめけど声も出ない猿ぐつわを涙で濡らしながら、今言ったのは姉さんのお通様に違いない。生えたのに生えもしない。オラがここにいるのも知らずに行ってしまった。どこへ、どっちへと思い乱れ胸の中で泣き騒いでいたが、誰一人、帰り見るものもない。店先は、荷揚げの船がついて、いよいよ混雑してくるし、昼下がりの往来は、暑いのと埃で、人の足も早かった。おいおい、左平どん。なんだってこのでっちを、熊のこの見せ物みたいに、こんなところへ縛っておくのだ。無慈悲な人使いするようで、みっともないじゃないか。主人の、小林太郎左衛門は、堺の店にはいなかったが、そのいとことかいう南蛮屋の何がし、黒あばたがあって小荒しい顔をしているが、いつも遊びに来ると、いおりに菓子などくれる気のいい人物があって、その南蛮屋が怒っていった。こんな往来先へ、こんな小さいものを、いくら懲らしめにせよ、小林の外分にも触る。早く解いてやんなさい。帳場の左平は、いおりが、箸にも棒にもかからないことを、ほいほい、と、服従しながらも、一方で、くどくど告げ口していたが、南蛮屋は、そんな持て余す小僧なら、わしの家へもらって帰るよ。今日は一つ、ご両人やおつるにも話してみよう。と、耳にもかけず、奥へ通ってしまった。ご両人に聞こえてはと、左平は、ひどく恐れていた。そのせいか、にわかに伊織へ当たりが良くなったが、伊織の泣きじゃくりは、戒めを解かれても、小半日はやまなかった。オードが降りて、店も閉まった黄昏頃、南蛮屋は奥で地層になったらしく、微水を帯びて、いい機嫌で帰りかけたが、ふと伊織を土間の隅に見つけて、わしがお前をもらって行こうと掛け合ったところがな、ご両人もおつるも、何と言っても嫌だという。やはり可愛いのだよ。だから辛抱せい。その代わりにな、明日からはもうあんな目には合わしゃあせんで。よいか？おい、大将。ははは。彼の頭を撫でて、そう言って帰ってしまった。嘘ではなかった。南蛮屋が言ってくれた効き目であろう。その翌日から、伊織は店から近所の寺子屋へ通って勉強することを許された。また、寺子屋へ通う間だけ、刀を刺すことも、奥からの言葉で免許になった。左兵衛も他の者も、それからはあまり辛く当たらない。だが、伊織はそれ以来、どうも眼差しが落ち着いていなかった。店にいても、往来ばかり見ているのだ。そしてふと、心にある人の面影に似ているらしい女性でも通ると、はっと顔の色まで変えるのだった。時には往来まで飛び出して見送っていたりする。それは8月も過ぎて9月の初めだった。寺子屋から帰ってきた伊織は何気なく店先へ立つと同時に、おや？とそこへすくんでしまった。その時も彼の顔色はただならず変わっていた。